スパチャ多いな。なんだ、どうした、みんな元気だ。仙道武さん、パンチ強そうだね。社会人野球を引退して次の職に困っています。何かアドバイスいただきたいです。何をアドバイスすりゃいいんだよ。わかんねえだろうよ。何の能力があるかも知らないんだからさ。次の職作れば、なんか自分の知識か能力を何か生かして、もしくはこれを安く仕入れたら売れそうだなって思う商品とかを仕入れに行ってきて売ればとか、もうとにかく職とか言ってないで、あの職業とか職とか言うとすぐどっかに就職しようとか思い出すでしょ。もうそれは一番こう、なんつったらいいんだろうね、やりたくもねえことをやり始めるからすぐ辞めるし、だったら自分で稼ぐっていう方法を作ってみたら、その間にとにかくあの卸問屋とか行って本当にあの交渉して、なんだろう、ネット販売でも何でもいいからさ、あの安く仕入れてきたものをちょっと付加価値つけて高くして売るとか、そういうとこから小飽きない始めてみたら、うん、例えば社会人野球で貯金あるんだったら、なんか何でもいいじゃん、焼き芋屋でも何でもよくない？焼き芋、さつまいもの焼き芋になんか溶かしたチーズつけて売るとかさ、わかんないけどさ、何でもいいから、なんか工夫して何かを売って日銭を稼ぐっていうことをやってみたら、それを大きくしてみるにはどうしたらいいだろうかと、もうちょっと大きい利益を得るには何を素材にしたらいいだろうかとか、いろんなことを考えて売ったり買ったりとかさせてみればいいね。勝ちたかったら登録しとけ。